サハラ康は、地方競馬のコーチ、長瀬、徹也級者所属の騎手。妻は、元コーチ競馬所属騎手の下村るい。1997年9月29日付で、地方競馬騎士免許を取得し、コーチ、細川忠義級者からデビュー。同年10月4日、第10回コーチ競馬1日目第一競争サラ系、一般 C54 に星のベリダスで初起場、初騎乗。 翌10月5日、第10回高知競馬2日目第1競争さらけ、一般 C53 を、日笠大道で、初勝利。1999年9月13日第14回、全日本新人王相派戦出場。2001年6月8日付で、福山、長瀬、哲也旧社移籍。高知競馬での成績は1532,096勝。 同年9月15日第9回福山競馬1日目、第1競争3歳条件戦マラカスで福山初、騎乗。同日第9競争コスモス特別を、スタージャガーで優勝し、移籍後3戦目で、初勝利。同年地方競馬通算100勝達成。2005年11月27日第12回福山、競馬2日目第36回ヤングチャンピオンを、 アトム・オーエンスで優勝し、重賞初制覇。2013年3月の福山競馬廃止に伴い、川崎、八木人支給者移籍したが、同年8月30日付で、デビュー地の高知に復帰。福山時代の市である長瀬・哲也球者の所属となった。2018年2月7日、第16回高知競馬3日目第10競争を。 バイスフェッターで優勝し、地方競馬通算戦勝を達成。同年11月4日、京都競馬第12競争第8回 JBC レディスクラシックでリアマルコに起場し、中央競馬初帰場。2021年3月23日、高知県競馬組合は、同年4月24日まで開催日10日間の起場停止処分を課した。これは、 同月17日に攻め馬の際に、旧車において他の機種に対し暴力行為を行い、被害機種が負傷し機場変更となったことで競馬の構成を害したことで、高知県競馬組合地方競馬実施規則第72条1項第9号の規定によるもの。地方通算成績は1万1491戦1206勝2着1245回3着1244回。 勝率10.5%、連帯率21.3%。ありがとうございます。